JPEG はコンピュータなどで扱われる静止画像のデジタルデータを圧縮する方式の一つ。またはそれを作った組織の略称であり、アクロニムである。JPEG 方式による画像ファイルにつけられる拡張子は JPG が多く使われるほか、JPEG 等が使われる場合もある。一般的に非可逆圧縮の画像フォーマットとして知られている。可逆圧縮形式もサポートしているが、 火薬圧縮は特許などの関係でほとんど利用されていない。1992年9月18日に最初のリリースが行われた比較的古いフォーマットである。JPEG の欠点を克服すべく数々の後継企画が提案されてきたが、企業間の思惑なども絡み、いずれも主流になるには至らず、JPEG が現在も静止画像企画の主流である。標準では、 特定の種類の画像の正式なフォーマットがなく JAFIF 形式が事実上の標準ファイルフォーマットとなっている動画を記録可能にしたものに Motion JPEG がある立体仕様にはステレオ JPEG フォーマットがあるデジタルカメラの記録方式としてもよく利用されているがデジタルカメラでここでは一般に用いられる非可逆圧縮の方式について説明するなお JPEG の可逆圧縮には非可逆圧縮とは全く別の技術が用いられている。JPEG2000 ではどちらにも同じ技術を用いる。JPEG では画像を固定サイズのブロックに分割し、そのブロック単位でリサンコサイン変換を用いて空間領域から周波数領域へ変換する。この変換自体では情報量は削減されない。変換されたデータは 量子化ビット数の低減によって、情報量を落としてから、ハフマン符号によるエントロピー符号化がなされ圧縮が行われる。エントロピー符号化とは、データの正規確率の工程に応じて異なる長さの符号を割り当てることで圧縮を行うものである。DCT による周波数領域への変換では、変換そのものでは、情報量は削減されないが、低周波数成分に、 エネルギーが集まることを利用して量子化ビット数の低減による情報量削減とエントロピー符号化での圧縮率向上を図っている。普通の画像をそのまま量子化ビット数を低減してしまうと大きな画質劣化が生じるが重要な成分が局所的に集められた後では元の画像の性質を残したまま量子化が可能である。また低周波数成分に集中するという形でデータに 偏りが生じるとエントロピー符号化の圧縮率も向上する。なお、JPEG では量子化マトリックスと呼ばれる係数表を用いて低周波数成分に比べて高周波数成分でより荒い量子化を行うのが一般的である。エントロピー符号化ではハフマン符号を用いる。ハフマン符号は処理が単純であるため演算量が少なく、さらにその符号セットが想定する。 理想的なデータが入力された場合には極めて高い圧縮率を実現する。符号セットに合わないデータが入力された場合、逆に圧縮率は下がってしまう。この問題を解消するため後継の JPEG2000 では30符号が採用された。なお、周波数領域への変換前の画像フォーマットの色成分の数は1から4の間で選択でき、各色成分が何であるかを決める。 表色系も自由に選択することができる。そのため色成分が一つのグレースケール、色成分が三つの RGB およびユークブクア、色成分が四つの YMCK などのデータのどれも用いることができる。しかし、表色系の規定がない上に、どの表色系であるかを示す情報もないことは、互換性に大きな問題となる。そのため、JAFIF 形式では、 ユークブクは表色系を用いること、さらに成分の順序は Y,CB,CR の順であることを規定している。各色成分の空間的な間引きを表すサンプリングファクターについては、各々の色成分について水平方向、垂直方向独立に定めることができ、一般的な形式の4、4、4、4、2、2、4、2、0、4、1、 一のいずれもが選択可能である。JPEG では、ブロック単位で変換を行うため、圧縮率を上げると、ブロックの境界にブロックノイズと呼ばれるノイズが生じる。また、周波数領域への変換においては、低周波成分に画像のエネルギーが集中するため、高周波成分のエネルギーは小さくなる。このため量子化を行うと、高周波成分はゼロに落ち、なくなってしまう。すると、 画像の急瞬な変化を十分に表現できないため、エッジ周辺では、ある一点に集まるかに例え、モスキートノイズと呼ばれるノイズが生じる。色差をまびくため、特に赤には弱く、赤の部分でノイズが発生しやすい。企画は合同のグループで作られたため国際標準化機構、国際電気標準会議と国際電気通信連合の双方から出されている。それに習い。 日本産業企画でも企画化されている。JPEG は Web の普及例名義において Web ブ,ブラウザ標準の画像フォーマットとして GIF と双壁を成していた。JPEG の符号化方式の特性から同じ色が広い範囲に広がることの多い絵画であっても画像そのもののサイズに比例してファイルサイズが大きくなる。このためダイヤルアップ接続等 一般ユーザーの末端接続がナローバンドだった時代にはデータ転送量を少なくするという観点から絵画は GIF デジタルスチル写真には JPEG という使い分けが存在していた1999年 GIF の特許問題によって起こった GIF 排斥運動で GIF から JPEG や新たにフリーのフォーマットとして開発された PNG に 移行する流れになった。PNG は当時のブラウザではプラグインを導入しないと表示できないなどの問題を抱えているケースが多かったため GIF 画像を JPEG によって置き換えられるケースが多かった。現在は GIF の LZW の特許が失効しフリーな画像フォーマットとして再び使えるようになり PNG もほぼ全てのブラウザでサポートされるようになった。 この二つの画像フォーマットは現在もインターネット上でよく使われている。インディペンデント JPEG グループによるフリーのライブラリー、リブ JPEG は JPEG コーデックの実装として大変重要である。これは1991年に初版がリリースされ、JPEG が標準技術として採用され成功を収める鍵となった。リブ JPEG やその派生版は数え切れないほどのソフトウェアから、 利用されている。2017年3月には Google が月リーというオープンソースの JPEG エンコーダーを発表した。これは同じく Google が発表した画質評価アルゴリズムバターウグリーに特化したエンコーダーであり、既存のエンコーダーと比較してエンコードに莫大な時間を費やす代わりにバターウグリーの評価値と圧縮率においてバランスの取れた画像を出力する。 Google は既存の方式と比較して月利 http www.nvidia.co.jp.object.3d vision-3d pictures.jp.old html.jsx 4301 1995連続回調静し画像のデジタル圧縮及び符号処理 .jpeg.org ハットアナウンシング月利 A new open source JPEG encoder Google リサーチブログありがとうございます。